実は足踏みだけで、ぽっこりお腹、血糖値、腰痛、一瞬で解消する方法を紹介します。食後すぐに運動しても大丈夫大丈夫です。僕が120キロから痩せた時にやっていた、痩せたいけど歩くて外歩けない人必見。食後の室内散歩、一緒にやっていきましょう。それではまず、その場で軽くバタバタしていきます。バタバタ、バタバタしていきます。まずは、 このバタバタすることによってお腹に刺激を入れていきますお腹周りの消化を助ける働きがあるんです 強めのエクササイズをしてしまうと消化不良を起こしてしまうんですが軽く軽く肩の力を抜いてバタバタすることによって血糖値だったりがですね血液の中にある糖が足の筋肉に運ばれるようになりますからお腹から足の筋肉までしっかり血流を流すように 左右に体重を移動しながらバタバタしていきますしんどいよっていう方は休みながらでも大丈夫ですからバタバタしていきますそうですそうですバタ,バタ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 していくのが大切になりますはいでは続いてはかかとを上げ下ろししていきますトン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 上げ下ろししていきます で,さですこれでふくらはぎの筋肉というのをしっかりと動かしていきますバランスが取れないよっていう方は壁に手をついていただいても大丈夫です このように、ふくらはぎの筋肉、しっかり動かしてあげることによって、足の血流というのを上げていきます。なので、むくみやすいようとか、食後眠たくなっちゃうっていう方はですね、このように、かかとを動かしていきましょう。そうです、そうです。トン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 、かかとを上げ下ろししていきます。そうです、そうです。 パタ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 していきます上半身の力は抜いていきましょう軽く軽くパタパタしていきますそうですそうですふくらはぎ 痛くなってきたなーっていう方は休みながらでも大丈夫です。では続いてはお腹に手を置いて軽く足踏みをしていきます。足踏みをしていきます。その場足踏みで大丈夫です。これでお腹の腸腰筋という股関節を曲げる筋肉動かしていきます。この腸腰筋がしっかり動いてないと反り腰のようになって下腹ポッコリしたり骨盤の位置が悪くなって下腹ポッコリする ことがありますなのでしっかりと目線は少し上の方を向いてですねこのように足踏みをしていきますお腹に手を置いていることによってお腹に刺激が入ってるなぁっていうのを感じることができると思いますそうですそうですまずは下半身足の部分に血流を上げていくということが大切になります そうですそうですその場で足踏みをしていきますそうそう休みながらで大丈夫ですよ無理しなくていいです強めの負荷になっちゃうと消化不良を起こしてしまいます では続いてお腹に手を置いたまま足を外に開いていきます外に外に交互に開いていきますこの時もバランスが取れないよっていう方は壁に手をついてでも大丈夫ですこれによってですねお尻の方の筋肉が働くようになっていきますお尻の筋肉というのはですね骨盤の位置を整えるだけじゃなくてしっかりと骨盤が整うことで背中 周りの筋肉も動きやすくしていきます特にこのお尻の筋肉うまく働いてないと座骨神経痛腰痛また膝痛の原因にもなりますからしっかり軽く外側にヤ矢白部のような感じですね軽く軽く動かしていきますそうですそうですそのまま外に外に動かしていきます 軽く軽くですそうそうそういい感じですねそのまま休みながらで全然大丈夫ですはいではそのまま膝を少し曲げていただいて足の裏が後ろに行くように交互に動かしていきます後ろに後ろにそうですそうです後ろに後ろに足の裏が後ろに行くようにしていきますそうですそうですこれも壁に手をつきながらで大丈夫です これをすることでお尻の後ろ側の大臀筋という筋肉働いてくるようになりますそうですそうですこれによってですねこの大臀筋というのはすごく大きな筋肉なので先ほどのお尻の筋肉と合わせて骨盤の位置を整えてくれます そしてこの腸腰筋という前の筋肉のストレッチにもつながっていきますからしっかり後ろに引くというのをやってみてくださいこの時に腰が反りすぎないようにしましょう腰を反って振ってしまうと腰痛の原因になってしまいますそうですそうですそのまま軽く軽く足回りかなり筋肉動いてきたなっていうのを感じれると思います では、足回りに血流が集まった状態で、次は腕を振っていきます。腕を振って、振って、そうです、そうです。この時には、肘がですね、後ろにしっかり引けるようにしていきます。 これによってですね、肩甲骨周りの褐色脂肪細胞が活性化するだけではなく、肩甲骨周りにはそのまま背中から骨盤の上までつく筋肉というのがついていますから、 ここを活性化することによって大きな筋肉なので腰痛を起こさないように守ってくれるだけではなくダイエット効果まで発揮してくれますまた胸がしっかり開くことによって呼吸もしっかり吸えるようになりますからしっかりしっかり振っていきますそうですそうです振って振ってそうそうこれも休みながらで大丈夫ですよそうそう 振って、振っていきます。そうそう、軽く、軽く振っていきます。では、この腕振りに合わせて、足をトントン、トントンしていきましょう。トントン、トントンしていきます。かかとを上げたやつと一緒に、この腕振りを合わせていきます。そうすると、この連動がしっかりいきますから、全身の血流上がっていきます。そうです、そうです。トントン。 しンンンンしててい,そう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 いいいいききまますすそそそそうううう感じですねねだいぶ体があったかくなってきました、ね、そうなると血液中の糖が筋肉にしっかり送り込まれますから余ってしまうとそのまま体の脂肪になってしまうんですが筋肉に行くことによってエネルギーに変換されて脂肪の蓄積を抑えることができますし急激な血糖値の上昇も抑えることができます。 そうですそうです暑いとなかなか外歩けないですよねだからゆっくりゆっくりで大丈夫ですよ室内の涼しいところで一緒にやっていきましょうそうそうそのままトン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 していきますはいでは今度腕振りそのままで足踏みを一緒にしていきましょう振って振っていきますそうですそうです肘をできるだけ後ろに後ろに後ろに引くことを忘れないようにしていきましょう そうですそうです引いて引いて僕もなかなかですね120キロの時はこれ全部できなかったので休みながら一つずつやっていきましたなので最初から全てしなくても大丈夫です少しずつ量を増やしていきましょうそうですそうですまずはできるもの1分でもいいのでやるだけでもだいぶ変わってきますから一つずつ一つずつやってみてください そうですそうですここまでできている方は素晴らしいです僕が120キロの時よりも運動能力高いですゆっくりゆっくりしていきますそうですそうですしんどい方休みながらでも大丈夫ですよゆっくりしていきますそう,そ,うそのまま軽く軽く背中も上がってないですかできるだけ伸ばしていきましょうでは続いてはこの肘を外に開きながら足を 外に開くをやっていきます。外に開いて、戻す。外に開いて、戻す。そうです、そうです。こうすると、肩の外側の筋肉と、お尻の外側の筋肉、一緒に動くことができますから、連動がしっかりしやすくなってきます。そうです、そうです。横に開いて、戻す。横に開いて、戻す。そうそう。横に開いて、戻す。横に開いて、戻す。横に開いて、戻す。そうそう。そのまま。 そうそう横に開いて戻す休みながらでも大丈夫ですよお尻と肩の上側効いてるなーっていうのを感じれますよねうまく血糖値そっちに流れていきますからしっかり大きな筋肉動かしていきますそうですそうです外に外にそうそうそうです,そうです休みながらでも大丈夫ですよできてますかそうそうそうそのまま外に戻す外に戻す外に 曲ます。さにます。はい、では続いてはバンザイしながらかかとを上げ下ろししていきます。上げ下ろししていきます。ブランブランしていきます。そうですそうです。上げて下ろす。上げて下ろす。そうそう。少しずつ汗かいてきましたね。こうすることで肩こりの予防にもつながってきますから、しっかり上げ下ろししていきます。 そう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 すると末梢の血管もねしっかり血流も流れるようになりますから手足の冷え も解消することができるので血糖値だけではなく血圧だったりとかですねあとは動脈硬化の予防にもつながっていきますなのでゆっくりゆっくりできるものだけでもいいので頑張っていきましょう僕でもここまで痩せたんです絶対できるはずですゆっくりゆっくりやっていきましょう継続は力なりですそうですそうですゆっくりゆっくりやっていきますそうですそうです そ,うそのまままブブブブラブラブランブランしていきます、はいきすはどうでしょうか体が温かくなっているのではないでしょうか上手にできてます他にも寝ながらできる方法や座ってできる方法も紹介してますから一緒にやってみてください最後までお疲れ様でしたそれではまた明日バイバイ